はい、それではね、HG の DJ を制作していきます。で、まず目次です。後はめ加工、パイプ類の変更、下地は、黒の立ち上げとなりました。ラップによる銀塗布、蛍光クリアグリーンにて上掛けし、クリアでグロスにしてあります。最後にまとめと。で、いきなり始めますが、武器のね、後はめ加工ですね。100式同型のビームライフルはここで一旦カットして別塗りをする役に、するわけですね。まあこれは役に立つと思います。筋彫りをするとするのと同様にですね、タミヤエナメルシンナーを流し込んでエナメル割りをいたしました。タミヤエナメルの力を借りてですね、パーツをこう割ってやろうというそういう魂胆ですね。で、先ほどいや線を入れましたところにですね、まあこのように塗ってやると。それでは割ります。ででん、はい、綺麗にいきましたよ。エナメル割りでした。で、肩にある2本の角なんですけれども、ここの部分ですが、先端がねカットされていますので、ここを尖らせるためにプラ材を接着して形を整えて尖らせております。ヘッドの 60mm バルカン砲なんですけれども、ここはね 1mm のピンバイスで開口をしておきます。あと、まあ頭部のアンテナをシャープにしてあります。太ももの後はめ加工を行いました。で、内側に通るフレームのピンと、それから板がね、あります。で、これを一部ねカットします。で、このマジックでね塗ったところを切り取りしました。連邦形でよくある後はめ加工の方法ですよね。マジックで塗ったこの黒い部分をカットしていきます。ニッパーでいいと思います。ニッパーでカットですね、かなと思います。KPS 樹脂なんでね、もうか、うん、わざわざノコ持ってくる。カットするべきところはこちらはこの部分ですね。ちょうどこの部分をちょっと下から、この子が入れるようにですね、ここのところこうプスッとこう入るようにカットします。でボキッとあれですけど、はい、あ、入りました。はい、じゃあちょっとやってみましょう。入ってくれますでしょうか。はい、入りましたね。腕の後はめ加工をどうして。次に、前腕部の後はめです。ここはね、正直おすすめしません。段落ちモールドで進めた方がいいかもしれないです。この黒い、今マジックで描いたところですよね。ここでカットするのがベストだと思います。このマジックで引いた黒いインクのところ、これをカットします。少し残した状態で切りましょう。こっち側にちょっと残した状態でまずカットしてやり、入れます。で、理由は多かれ少なかれ、ですね、緩くなるわけですね。はい、で、緩すぎるときはね、まあ、対応策としてビニール袋のね、切れっ端を挟み込んで対処するのが最善策かなと思います。で、カットした量にもよるので、まあ、ちょっとねおすすめしかねるというところです。これでちょっと保持力が上がります。で、さっきよりはもう落ちなくなりましたんでね。で、次に太ももの裏側に動力パイプが2本ねついてるんですけれども、これは素材を置き換えたいと思います。まあ、ゴム素材に近いものでしたので、まあこれはですね MSG 2mm のスプリングパイプに置き換えしました。で、中に 1mm のアルミ線を入れてあります。ヘッドの後ろに入っている球弾用のチューブですね、これには自在ワイヤーにですねメッシュチューブを通したものをですね、これはまあ形を同じように曲げて使用することに しました。で、ゲート処理や面処理を一通り終えましたので、洗浄をします。で、これを、まあ、早速、はい、いつものご機嫌クリーナーを出します。洗ってきます。すすぎが終わりましたので、ヤマゼンの食器乾燥機を使って乾燥。
作業が前後するんですけれども、太ももの上のところですね、 1.6 ミリプラ板を追加してあります。また股関節のロール軸のところでも 1.6 ミリ、厚みを追加しておきました。塗装準備で櫛出しを行います。サフェサーは上にかける色で変更してあります。当初ね、緑色のところはですね、発色良くするために、ホワイトのサフをね吹き付けて、まあ他はねグレーとかブラックでやってたんですけれども、まあ塗装方法をね急遽変更することにしたわけです。冒頭にもありましたが、まあ、ラップ塗装をね突如として行いたくなりましたので、でテストピースをいくつか作っておきました。なので残念なんですけれども、白サフのところを EX ブラックで塗り直し、クレオスの8番のシルバーを用意しまして、で、適当にラップを丸めてですね、これを使ってポンポンします。ラップ塗装は今回ね初めてやるので、シルバーのね置き方でクリアが、かける色のね出方が大きく変化するということでね、まあテストピースで練習をいくつかねしておくといいかもしれません。まあそうしました。でコツとして、まあ、パーツの中心ほど銀が多いようにすると無難かもしれないなというふうには感じました。で乾燥を終えましたら、ガイアの蛍光イエローグリーンですね、これを塗装します。最後に EX クリアでグロス仕上げ、リベットモールドをチタンゴールドでね塗り分けています。でビームライフルの後はめを接着、塗りたての綺麗なパーツが、でパーツの塗装が終わりましたので組み立てを始めました。緩いところなどはもう接着剤を使ってね接着しています。関節のところに塗料が入らないように養生していたマステを剥がしています。ラウンドシールドの色だけちょっとね、変更してあります。クリアオレンジを使いました。まるで別光のようです。パイプ類もね、取り付けしていますね。今回もね裏足の裏ですね、ちょっとね派手、いつも派手だったんですけど、まあ、地味な色に塗り分けています。ちょっとまあ目立たないかもしれないですが、大人っぽい感じもするし。合体。ではね、まとめの方に行きます。まとめます。ですね、まあこの、まあ、尖らせるところは尖らせるっていう風な、まあ、形を取ってあるんですがね、この2箇所ですけどもね、この、先端、はい、ここのとこですね、尖らせてあります。それから、このアンテナ、ブレードアンテナですね、これは尖らせておきました。あとビームライフルの後はめ加工は定番の場所ですね、エナメル割りを行っています。はい、で太もものね、後はめ加工ですけれども、ここの部分ですね、こちらの太ももですね、ここはね、ちょっともうスプリング入れちゃったから外したくないんですけど、ここは後はめ加工をしてあります。はい、ここの後はめ加工を行いました。ここにですね、継ぎ目合わせ目が発生しますので、それが消せるということですね。前腕部の後はめ加工なんですけれども、
ちょうどこれにはここに分割ラインが走ることになります。でそれがまあ、分割ラインが不要になったということですね。まあ、こうやってちょっと外しますけれども、こんな感じで外せます。はい、まあ、CG カットにしてこういう形でね、こっちはねまあまあきついんでまだいいんですけど、はい、あとはめ加工の場所でした。はい、でゴム素材になっているものは外しておきました。で、パーツ素材のね置き換えを行っています。で太ももの動力パイプですね、ここは2ミリのスプリングに交換してきました。で内側にね1ミリのねアルミ線を通してあります。で次にこの頭部のチューブですね、ここはですねメッシュチューブに交換、内部に自在ワイヤーが入っております。まあこの他は、ね、そんな大して変えているわけではないんですけれども、まあまあ一番今回のですね、まあ理事はですね、まあこの塗装でしょう。まあまあなんといってもこの塗装じゃないかなと思います。はい、こうですね、まあかなりツヤツヤになりましたね。まあラップ塗装っていうやつですね、これに挑戦しています。初めてやったので、まあ一面に一色だけですね、まあ他の色混ぜずに緑だけでやってるんですけれども、まあなかなか面白いね塗り方だったと思います。まあ少し変わったアプローチもね試してみたいところでございます。以上 DJ の制作動画でございました。
最後までご視聴ありがとうございました。ご好評ご感想などコメント欄で慎んでお待ち申し上げております。登録がお済みでない方はぜひそちらもご利用ください。それでは次回の動画まで See you next time。ここの部分ですね、ちょっとあの別光色になったっていうかね、まあまあ中華っぽいよねルオ商会って感じがするかな。ラップ塗装なんですけれども、まあまあだんだんなんか最近の作風が面白くなってきた。で、おまけなんですけれども、まあ今回紹介していないんですけれども、足裏に若干のスペースがありましたので、足の裏ですね、ここの中にですねちょっとスペースがあったんですよ。ちょっと分かりにくいかもしれないですけどね。でここ実は何かっていうと、なんか、はい、マグネット仕込んであります。はい、ということで、まああの意味分かるかなと思うんですけれども、いかがでしょうかまあ今後お楽しみということです。